飛べの瞬発デビュー戦略、ジャニー北川氏の影響と滝沢秀明氏の新たなアプローチ。飛べの台頭と瞬発デビューの衝撃とべ、旧ジャニーズ事務所のスマイルアップ元副社長である滝沢秀明氏によって立ち上げられ、その斬新な戦略が音楽業界に新風を巻き起こしている。 デビューまでの期間が短く、配信リリースでの瞬発的なデビューは、ジャニーズの伝統的な手法とは一線を画している。この戦略には、ジャニーズ事務所の創設者であるジャニー北川氏の教えが見え隠れしており、滝沢氏がその意思を引き継ぎながらも新たなアプローチを模索している。第一章。 トべの戦略的な瞬発デビュー、トべの瞬発デビュー戦略は、従来のジャニーズのやり方とは対照的である。例えば、元キスマイフと2の北山博光が所属後、わずか1個月足らずで初のデジタル楽曲、乱心ンン、乱心のリリースを発表。これにより、深夜においても SNS 上で大きな話題となり、トレンドを席巻した。 同様に、元キングプリンスへのメンバーによる新グループナンバー I も、雑誌の表裏 W 表紙に初登場すると、オンライン店舗では在庫切れが相次ぎ、驚異的な人気を博した。ネット上では、とえの良いところはお知らせから当日までの期間が短くて良いと思ってます。デビューまでがスピーディーだなぁ。 旧ジャニーズのデビュー待ちのグループがなかなかデビューせずに温存されてるのを見ると、このくらい素早くデビューしてもいいのに、といったコメントが見られ、ファンからの支持も集まっている。第2章、ジャニー北川氏の影響を飛べの戦略には、小ジャニー北川氏の主役は常に舞台にいる、という教えが色濃く反映されている。 かつて滝沢秀明氏が主演を務めた滝沢歌舞伎での一幕がその証拠である。2006年から2013年までの期間、滝沢さんが舞台上で生化粧を行うという演出があり、これはジャニー氏の考え方に基づくものであった。生化粧を舞台上で行うことで緊張感を生み出し、観客の注目を引き続ける手法は、 トベがファンに常に新たな発表を期待させる要因となっている。第3章、滝沢秀明氏の新たなアプローチトベの戦略は、ジャニーズ事務所の伝統的な手法とは一線を隠しているだけでなく、滝沢秀明氏が新たなアプローチを模索していることも見透かされる。日本テレビ系の番組、DUNK。 ダンスユニバースネバーキルットで B、ファーストの海の親であるスカイヒーが飛べ所属のイムプロと対談した際、滝沢氏が旧ジャニーズ事務所とは異なる方針を掲げていることが浮き彫りになった。 旧ジャニーズ事務所が他事務所のボーイズグループの音楽番組出演を阻害していた一方で、滝沢さんは垣根を越えたコラボや互いのファンを食い合わせずに共存する方法を模索しているという。飛べの革新的なアプローチと未来展望飛べの瞬発デビュー戦略は、ジャニーズ事務所の伝統的な手法に新たな風を吹き込むものとして注目されている。 ジャニー北川氏の主役は常に舞台にいるという教えを受け継ぎながらも、滝沢秀明氏は新しいアプローチを模索し、球体依然とした枠組みを打破しようとしている。その結果、ファンからの支持を集めつつ、音楽業界において新たな潮流を作り出す可能性がある。今後、飛べがどのように展開していくのか、その先に待つ未来が楽しみである。